起こりうるわけだね、はい、滑ったり、はいはい、ウォブルが来たり、予想以外の部分がね。でもこれに全ての自分の、はい、意識や体に動きを集中させてしまってはダメで、うん、こんにちは。こんにちは、ライドです。ライドだけど最近山ちゃんなんか数週間連続で「こんにちは」って言ってるね、はい、おはようございますじゃなくなったの？こんばんはって僕前言ってたんですけど。あ、こんばんはだっけ、はい、俺が間違ってな。そうとね、なんとなくこの梅雨の間の。そうかそうか、8時だからね、20時放映だから、はい、それでこんばんはって言ってたのか。いつもそうなんです。やっぱり20時に再生回数がぶわっとやっぱ伸びるんで、楽しみにしてくださってる方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。うん、ああ、それでね。やはりそれでこんばんはと。芸能の世界ではもう真夜中にあってもおはようございますって言うんだよね。らしいですね。うんうん、なんか違和感ありますけどね。あるよね。業界特有のいろいろあるね。習慣とかマナーがあるんでしょう。うんうん、さて早速本題に入りたいと思います。はい、何でしょうか。まあ前回ですね、はい、四つ足で、はい、その山を登っていくと。動物のように、はい、爬虫類のように。まあそれは上半身を鍛える、はい、指先も鍛えるということもあるけど。野生的感覚を取り戻すと、であとはその闘争心、チャレンジスピリッツとファイティングスピリッツ、この両方をこの爪を立てることによって読み戻すと。もうバカみたいなことしてるよね。僕ね、すごいここまで考えてやるかとか、そこまでこう想像イメージしてやってるかっていうのは、まあいろんなことをね、このライドを通じて僕は片山さんから学んでますけど。いや、私のようなどんさいはね、そこまでね詰めないとね、もうできないんですよ、本当に。もうケニー読みなさい、フレディ読みなさい、もうね、ランディ読みなさい、もう皆さん天才じゃないですか。彼らはどうだったんですか？知らないけど。でもみんなね、ちゃんと隠れたところでトレーニングしてました。そう、やっぱりそのトップアスリートはトップアスリートそれぞれのやり方がある。そう、自分のね方程式持ってる。それをトップアスリート同士が共有することはない。そうだね、自分の良しとしているもの、例えばランディはウォータースキーだよね、あれで下半身を鍛えている。フレディは確かバスケットボールかな、ケニーはパンチングボールだしね。まあなんかそういう意味じゃね、僕たち神戸に住んでる我々は、こんな近くに山があって、いろんなところから登山ルートがあってね、山登れるんで。僕もアスファルトの上2時間歩けって言われたらもうよう歩かないです。疲れるよね。でも山の中が気持ちよくて2時間なんかあっという間に過ぎちゃいますよね。僕できたらフラットの道がいいんですけどね。それ山と言わないだね。上りと下りがない山やったらいいのに。山ちゃん、ダブル山ちゃんが何を言ってるんですか。で、まあ僕の名字にも山、片山さんの名字にも山、両方とも入ってるから、きっと山とご縁があるんでしょう。必ずあります。人生上りあり下りありですか。できたらね、そうそう、僕の人生はね、谷あり谷ありやからね。いや、今回山ちゃん大変だったでしょ、ステイホームで。ああ、大変。まあ僕からの業界はね、自宅でできる仕事多いから、ステイホームで自宅で仕事やってて、まあいいところもたくさん見つかりました。それでも教えてもらったじゃない。仕事のツールを自宅に。運ぶのにもうたくさんのデータが、そうやってるからね、ハードディスクもコンピューター本体もすごい大きいんですよ。大きいんだ。それを持って帰らなあかんの大変でしたね。まあまあまあとはいえ、今はもううちのスタッフ全員今神戸三宮通勤してます。3密で仕事してるんだ。はい、パーティションちょっと買って、あれでしょ、パーティション。そう、はい、全員パーティションつけて、はい、やってます。広いいい事務所なんだね。ありがとうございます。はい。さて、トレーニング方法、前回に引き続き、はい、Facebook で見た僕の動画はですね、これまた流してもいいですか、この。いいですね。ちょっとご覧いただきたいんですけど、こんな動画です。例えばこの下りは俊敏性をもたらすために早めのステップを組み入れて体にリズム感を植え付けている。こんな感じだ。どうこのなんですか、この何してるんですか。ひょ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 、小刻みにひょひょ。そう、あれ階段を降りるんです。降りてるシーンですよね。もう年行くと歩幅がどんどん短くなるんじゃないですか。短すぎる。同じ段で、同じ階段の同じ段で2、3ステップ踏む。もうちょっと踏んでもらってタタタタタタタ45ステップぐらい。そうかね、まあその時のリズムによって、あれは下りだね。まあ先週は上りの両手の使い方したけども、下りは手はつかないんで足だけでやるんだけども、下りでも足の使い方は4つ5つあって、山ちゃんが見た動画は多分そのうちの1つ、速い小刻みのタタ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 ンタタタタタンタンタンタタタンタンタタタタタンみたいなリズムをつけながら降りていくと。あれは何のためなんですか？いや、転びそうになったから補正してたんじゃない？ずっと転びそうです。そうだよ、いつ転んでもおかしないぐらいレースみたいだね。スピードをある程度のスピードを持たせてダダダダっていうのにも意味があるんですか？意味ある。速さドラムとかね、音楽をやってる人はもう当然分かるように4拍子とか8拍子とか16拍子とかね。で俺はジュニアぐらいかなに開眼したのは、これはコーナーでこうやってパーンと切り返したり、ブレーキしてでフロントフォークが沈んで入っていくっていう、こういうのは全部リズムだと。でリズムが勝手にあるんじゃなくて、自分がコースの中でどういうリズムを作るかっていうのが非常に大事なんだと。ということは速い拍子を取れる人間は速い切り返しができるわけだよね。こういう切り返ししかできなかったら同じスピードでもゆったりの切り返ししかできないんだよ。だからトントトン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 パンというふうにできれば、自分でそのコースの中で曲を描けると。ということは、まあ、当時やってたのは32拍子ビートで、自分の体が16の倍で体が動くということを、ずっと1972年ぐらいからやってたから、だから、まあ、それを今回、下半身当然そんな速い動きなんか普段歩くのにしないからね、つまずきそうになっても足が前に出るスピード遅いじゃない。どんどんお年寄りになると、そういう意味ではそういうものをもう一度よみがえらせる。人間の体っていうのは賢いもので、一旦習得したものっていうのはどっかに残ってるんですよ、ほんのちょっとでも。だからその残っているものを思い出させて、それを少し膨らましてあげる。この間話したように細胞にもう一度ほんのかすかに残っているものをちゃんと思い出して、それをもう一度ちゃんと復元するんだぞっていうのをやってあげる。その速いリズムで、今まあ思い出してる途中、だいぶこれも蘇ってきてる感じですか？まだ速さね、下半身の動きの速さっていうのは筋肉が大きいから、それと重量もあるんで、なかなか手のようには早くいかないね。でも随分と思い出し始めたね。例えば僕たちも、自分でオートバイ乗ってる時の感覚は、もしかしたら4か8、タン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 ぐらいキューンともう抜いちゃうね。ブレーキフロント沈んだみたいな。ツーリングにはいいね。でも例えば16刻みながら1回山登ってみて、これはバイク乗る時のリズムもこれと一緒やって思って、バイクに乗るためのその山登りをしてたら、そういうスピードリズムがあるような操作っていうのはできるようになっていくもんですか？以前に、街の中を歩いててアウトインアウト取るっていう話だよね。一緒だよね。例えば32ビートの動きなんかないでしょっていうふうに思うかもしれないけども、とんでもない、もういつでもあるよ。オートバイって触れられるとババババってとんでもない速さだからね。このババババって動いてる速さを、その瞬間を狙って寝かし込まないといけない時ってあるわけじゃない？いや、僕ない。あるんだよ、あるんだよ。だからただ振られてこれが収まってから入りましょう、じゃあもうすぐ抜かれるわけだから、バババッと振られてながらもマシンをイン側に持っていかないといけない時ってあるわけさ。そういうことっていろんなシチュエーションの中であるわけだ。だからそういうものにいつも対応する。要は今の挙動に対して自分がどう対応するということだけで終えてしまってはレースにならないわけ。ふんふんって言ってるのは、多分その先分かってないでふんふんって聞いてると思う。いや、なんとなく僕のなり方と片山さんの今言わんとしてることを僕の方は一応リンクしてます。なるほど。素晴らしいな。で、大体はこの今起きている挙動を収める、要は突発的な挙動、欲しくない挙動って当然起こりうるわけだね。滑ったりウォブルが来たり、予想以外のものがね。でもこれに全ての自分の意識や体の動きを集中させてしまってはダメで、なんでダメだかというと、これがレースじゃなくてレースは向こうなんで、だからこの動きを次の動きに結びつけないといけないわけよ。だからいつもこの動きを止めながら次の動きにどう結びつけるかということをやらないといけないんで。僕は一生それ思えへんと。頼む、ナムさんとこの揺れ収まってくれしか思ってないの。じゃあそのナムさんこれ収まってくれって思うとコーナー曲がってるわけだから、コーナー曲がれずにガードレールに張り付くわけじゃない。だからそのナムさんと思いながらこうなってる時でも、このコーナーを白線も越えずにガードレールにも当たらず曲がっていかないといけないって、先の対処に意識も動きも、これをやりながら処理しながら結びつけないといけない。だから意識が必ずここに先に行くんですよ、突発的な時に。行ったものをすぐ前に持っていくっていうふうに、もうオートマチックに切り替えれるような。なんていうのかな、運動神経というか運動センスというか、レーシングセンスだね。これがレーシングセンスっていうのはいつももう前に前にしかないから、もうここになんて絶対ないんで。諸行無常ですね。ありがとうございます。今日も山端秀明先生からご講話を賜りました。ありがとうございます。ですね。いや、僕らのような一般ライダーでも、予期せぬことっていっぱいあるじゃないですか。対向車がぶってきちゃったとか、タイヤがちょっと滑っちゃったとかね、水濡れてたとかね。そういう時に臨機応変の迅速な対応が必要だけど、で終わっちゃうんじゃなくて、なんとかそこを回避するために今みたいなダダダダってやることによって速いスピードの判断を身につけておくってことは重要ですね。多分脳内での処理能力も上がってるんだと思うんだよね。当然速いステップをこなすということは、この間面白いのがあってね、もう一つ別の足のステップを自分で取ってたのよ。でそれは僕見てないやつ、山ちゃんには見せてないやつ、片山サロンのメンバーは見てるんだけども、それは体重を片足にかける、体重片足にかけて体ひねる、体重を片足にかけてひねるってやつなんだけども、初めてこうスマホの画像を見ながらちゃんと足が映ってるかって見ながらやったのよ。今まで1回も滑ったことない足が滑ったよ。今それをなんで言い始めたかというと、俺たちの体っていうのはものすごく面白いもので、集中しているものがこのスマホのこの画面だと足の先に意識がいっていないから対応してないんですよ、地面との感触を。ところがここばっかり行ってるね、ここに行ってる。だからスマホなしだとこんな足なんか見てませんよ。次のとこ見てるんだから、パーンと行って次見て、でこっち行ってそこ踏んでる時にはこっち見てるんだから。でも意識は全部乗っかってる片足の体重のところに行っているから、滑りはしない。雨であろうが砂があっても、でもスマホを見てたら滑る。これはね、体がものすごく微妙に反応してるんだと思う。滑る時に滑らないようにより体重かけるかかけないかとかね、こんな分厚い靴履いていても俺たち人間はものすごく上手に調整をしてるんだと。これはね、ずいぶんと昔富士山を110回ほど登った経験があって、下りをもう走るように、頂上から5合目まで1時間10分ぐらいで降りるわけですよ。そうするともう走るわけよね、うん、走るんだけども足滑らない、うん、もう砂地なのに。それはずっと意識が集中しているからで、うん、意識が途切れる時があるんですよ。3秒ほど他のことを考えている時がある。ずるっと滑ってから、あ、今意識外行ってたって分かる。意識がね、外へ行っている時には必ず足が滑る。だからそれを久々にもう20年ぶりに思い出した。だから僕たちの体っていうのはものすごく精妙にできていて、知らず知らずにそういう微調整をしながら生きている。その微調整がいつでも出せるように、それも無意識に出せるようにしておくっていうことがすごく重要ですね。レースではね。それでも一般のライダー、街乗りでも一緒ですよね。街乗りでも一緒だけど、そこまではやらなくていいでしょう。まああるに越したことはないけど、そんなところまで望んでたら、それこそレース出た方がいいんじゃないって。でも片山さんに憧れる一般のライダーで街乗りを楽しく安全に乗りたいっていう人は、まあ一般の人たち用のメソッド、またね、どっかで最低限例えば30分、そのトレーニングを週に3回、今俺は週に3回しかやってないわけだ、山トレは。だから、週に3回、30分やるんです、もしくは1時間やるんです、15分やるんです。でそういうなんかメソッドは一度組んであげてもいいよね。さあ最低こんなんやってるといいんじゃないと。ただものすごく非力なライダーもいれば、もう俺なんかの倍ぐらいね屈強なライダーもいるわけだから、そんなのいらねえよという人もいるんで、誰にでも当てはまるかというと、これまたそうじゃない。まあ通勤途中でも、家の近くの階段とか、オフィスで働いてる人はオフィスエレベーター使わずに階段で上り下り一回やってみようとか、その時に一段ずつ上がるんじゃなくて、タタ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 ってこう小刻みに置いていくっていうのはいいかもね。階段ね、マンションなんかの階段でしょ、やめた方がいいと思う。狭いから。狭くて危ない。あれはあれだいぶ広いですかね、映像に映ってる階段は。これぐらいあるかな、これぐらいある。足1足半ぐらいあるから、広いところはね2足以上あるから、だから狭い1足分ぐらいでギリギリの階段でやると、どんがらどんがらでそれこそ大変なことになるので、おすすめじゃない。階段を降りる一つとっても、その片山さんはいろいろ工夫して、いかにバイクライディングに役立てるか、素早い動きをするために体に素早い動きを思い出させるわけですね。この2ヶ月、素晴らしい。参考になりましたでしょうか。なりませんね。僕は次かみさんと一緒に山登った時にそれやります。はい。でこの辺に包帯して次のライドどうしたいのよ山ちゃん。いや実はみたいな。僕も膝ね学生の時にちょっと痛めてるから下りでだいたいそれねこの間塚本選手がね1時間40分のトレーニング一緒にね2度も3度も付き合ってくれてで。彼も膝を痛めてるのに一生懸命ついてくるのよ、頑張って。もう膝痛めてるんだからそんな根性で頑張らなくてゆっくりやってよと言ったんだけど、下りで大体痛なるじゃないですか。はい、下りの方がね。それが片山さんのトゥ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 やったらあれはいいよね。痛めずにトレーニングできるかもしれないね。できる下りでなんで膝が痛くなるか知ってますか？知らない。山行くと、まあ大体高地ですね、高地だから酸素は薄い、それから上りの時は息ぜいぜいハーハーするけども、下りはしますか？あんまりしないですね。しないよね。だから過呼吸のようなたくさんの酸素摂取をしません、下りは。酸素摂取をたくさんしないにもかかわらず筋肉にだけは下りで負担がかかってる。だから体を支えてますからね、体全体を。だから完全に筋肉膝に足腰にくるんです。それを緩和させるにはどうしたらいいんですか？酸素をいっぱい取ればいい。そうですね。だから忘れずに過呼吸気味に呼吸しながら下りは降りると。そうすると足の痛みは少なくなるんですか。なるほど、すごいですね、山端さん。さすが。いや、今週もご講演ありがとうございます。まあでもいい機会で片山さんと一緒に、まあみんな多分バイク乗ってどっかに行きたいでしょうけど、はい、一緒に山登るもありかもね。あのね、山登りはもうバイクライディングの基本中の基本かもしれないね、体作りは。一緒に神戸に来て一緒に山登ろうと。俺は嫌だよ。何勝手に決めてる。いや、僕上でねカレー作ってきますわ。ああ、どうですか、カレー食って帰る。山の上で海軍カレー作るんじゃないよね。山賊カレー作る。山賊カレーいいね、いいね。何入れてくれる？何？椎茸。豚肉。玉ねぎは淡路島使ってくれるよね。いいですね。いいね。カレールーは元から作ってくれる？それともハウスのバーモントのちょっと、そうね、美味しいね。辛口にしてくれる？はい、辛口で。まあそんなもまたしたいと思います。ありがとうございます。じゃあ次回のライドもどうぞお楽しみに。いやいや、今週もね、もうバカ笑いしました。最後は片山さんとまたじゃんけんで締めたいと思います。はい。よかったらチャンネル登録してください。今週も勝ちたいな。ではお疲れ様。ありがとう。じゃんけん。はい。おお。どうだ。パーフェクトのパーでした。ではお疲れ様。さよなら。ありがとう。